少しでも深瀬隆二を理解したい。理じゃね？無無理理じゃね？だ。心理学成功しても多分3チームあるから。にゃるかよ。にゃるじゃねえか、それも。やるだな。よし。じゃ CM 開けまいけなす。いよ。はい。では、あなたたちが恐る恐る隠し部屋の中へと入ります。全員が中に入ると自動的に扉は閉まり、再び駆動音がする。ドアの近くにはレバーがあり、これを動かせば、再び扉を開けることができるでしょう。では、中のマップ出しますね。これ。はい。こだっぱりしていて最低限のものしかありません。荒らされた形跡も特にないでしょう。といったところでシーン始めましょうか。おお、中は思ったより綺麗だな。なんだかここ寒いが一か？番綺麗かもしれない。すぐ言ってしまうな、これ条件そう反射で。だね。大丈夫か、ひどうとしみたさの？ごめん。ちょっと喉の調子が悪かっただけ。そうだね。私ちょっと心の入り口ぐらいで休んでるから。二人調べてきてくれる？わかった。そうだな。あまり無理はするなよ。大丈夫。ちょっと休んだら多分良くなるから。じゃあじ見てみゃあ、るか。どっから行きます？そうだな。まあ、一番気になるのは、消気に火なる器のかは？消な。火器かな、やっぱ り。と思ったよ。そうだよな。だと思ったよ。そんなバカな。はい、じゃあ消火器いきます？ははい、行きましょ はい、じゃあ消火器は、消火器でした。う。おお。消火器の下に、なんか秘密の通路とか。ねえよ。どんな作業してんだよ。入れないわ、絶対。はい。まあ、普通に使えそうな、こうなんか、よくある、こう赤いボディで持ち手あってってやつですね。どこにでもある、どこにでもあただるの消消火火器。器だな。そうだな。まあ、もし何か火災が起こるようなことがあれば、これを思い出ああ、そう。思い出そう。じゃあ、メモ書き、そうだな。行きましょ外堀から埋めていくタイプ。はい、じゃあメモを見ますか。メモ。手書きで書かれたメモには血痕が付着しています。そこにはこう書かれていました。よいしょ。このメモを読んでいるのが不運にも巻き込まれてしまった君たちであることを願ってペンを走らせている。信じられないだろうが、この船は異星人に占拠されてしまった。一刻も早くこの事態を外部に知らせなければならない。そのためには海下にあるメインブリッジで救難信号を出す以外に方法はない。私も身を潜め、気を伺って試みるが、もし失敗したら。失敗したら、それができるのは君たちだけなのだ。机にある装置を使ってくれ。君たちは必ずうまくこれを使える。それと、医療です。それと何なんだ。これ気になるところでコマーションに入りやがって。紙の左上から右下までびっしり書いてあります。ちょうどそれとで右下まで埋まった感じですね。裏を見ます。はい。じゃあ裏を見ました。タブードライバーもし見つけても絶対に使ってはいけない。あれは危険すぎる。体も心も持たない。己自身が化け物になってしまう。そんなものは科学ではない。小沢塔子。と書いてありました、裏には。なるほど。小沢。ありがとう、小沢。ありがとう。なるほど。使わないでおこう、タブードライバーとやらは。使ってはいけないということだな。まあ、先ほども言っていたように、海下にあるメインブリッジで救難信号っていうのは、やはりそれが必要になってくるようだな。それをすることでヘリでの迎えがやってくるとか、そういった感じだろうか。じゃあ、楕円形の物体調べますか。そうだあ、これな。に行くか。トリセツじゃありま せん。そう、ここで。ああ、大丈夫。楕円形の装置とトリセツはセットです。セットだった。あ、はい。ではあなたたちは楕円形の物体に目をやります。その物体はですね、いや、まあ見たこともない装置でして、まあこういう装置なんですけど、あれ？あれ？見たこ真と剣なゼいミやったところ。まあ隣の部屋の資料で見ましたね。おお。真剣ゼミでやりました。そっ上部か。に三角形のところに何か差し込めるようなソケットがついてまして、装置の横にはレバーみたいなものもついています。またそのすぐ隣に、
手のひらに収まるほどの小型の機械があるのがわかります。うん、光沢のある銀色で、銀に青色で D3 と書いてあります。こういうものですね。これは真剣ゼミで見た。見たな。はい、では横の取扱説明書も読みますか。はい、読みましょう。はい、じゃあ取説読みます。ライドシステム取扱説明書と書いてありますね。ちょっと待ってね、どういったライドシステム取扱説明書あった。情報タブにライドシステム取扱説明書を貼る。貼った。はい。ライドシステム取扱説明書。ライドシステム本体を自分の下腹部に当てがう。2。固定されたライドシステムの上部ソケットに D3 ドライバーを差し込む。3。レバーを回し、変身と宣言することでセーフティーロックが解除されて変身が完了する。やはり仮面ライダーではないか。そうだな。もう一枚紙がありまして、うん、そっちの表題は D3 使用書ですね。内容は以下の通りです。D3 使用書、ちょっと待って、どこ行った？ D3 使用書、あった。 D3 使用書、ほい。D3 使用書1、1人当たり1日1回が、変身上限。ライドシステムを使うと変身者への体の負担が大きい。よって D シリーズは、変身を1日1回に制限している。D3 ドライバーは人類を守るためのドライバーであり、それは無論装着者も含まれるのである。2. 走行へのダメージが一定数を超えた段階で変身は強制解除される。命を捨てるように戦うということは避けなければならない。 D3 の走行でも衝撃を吸収しきれない相手であれば、戦うよりまず逃げるべきなのである。 3. 一定時間が経過すると変身は強制解除される。でこれは1と同様の理由である。ただし戦闘中は解除されることはないため安心してほしい。 4. D3 ドライバーをライドシステムから抜くことでいつでも変身解除は可能である、といった内容でしたね。なるほど。まあ、このタブーシステムについての使い方が書かれているが、うん、小沢、D3、まあこのアーティファクトとやらじゃないか、古代アーティファクトの使い方について書かれてはいるが、うん、小沢東子さんのメモを見る限り、これを使ってはいけないと。これはタブードライバーではないんじゃないか。タブードライバーじゃない。だから D3 ドライバーであれば命の安全も一応確保はできるから、これを使うことはあってもいいのではないだろうか。そういうことか。タブードライバーの画像もまちらっと見ましたね。うん、同じ形の黒いやつ、うん、黒いこれがタブードライバー。こっちは使っちゃダメなんじゃないか。そう、そうだったな。うん、かっこいいな。かっこいいな。すごく変身してみたい。でも、これはいざという時、まあ本当に変身できるかどうかは正直謎なんだがな。そうだな。まあ一人当たり一日一回って書いてあるから、まあ一回ずつ変身とかできたらいいよな。そうだな。ウキウキ。ではワクワク。なんだ、何の音だ。あなたたちの入ってきた扉付近から大きな破壊音がします。ドサドサと本が落ちるような音、棚が壊されるような音です。そして一瞬の静寂の後、扉がノックされました。なんだろう、もしかしたら助けが来たのかも。ダメだ、出るな。ダメだ。え？ずっと振り返った三上は、その手で扉の開閉のレバーを振り返ると同時にガショッと下ろします。糸見さん。はい。すると、扉が開く。そこにいたのは、少なくとも、ハスケではない何かです。一旦 D3 はずらして、はい。3匹の、いや、3体と形容した方がいいでしょうか。うち2体は人型ではあるものの、細い眼光、鋭い牙、長い舌。細かで怪しく光る鱗と蛇の特徴そのものの人型です。血に濡れた研究服を身にまとっている。腰からぶら下がる大きな尾が人間と決定的に違うことを雄弁に物語っています。そして、残りの1体は、
人間4人分以上はあるずんぐりとした体、不透明でブヨブヨとした肌質に退化して引きずってるだけの手足、顔の一部はただれており、そこからノコギリの刃のような歯が垣間見える。そしてあなたたちを見ているその瞳は瞳孔がないせいでどこまでも冷たく暗く感じるでしょう。二人とも産地チェックが入ります。ひぇー、来てしまったか。メインで振ろうね。サンチェル強い、よいしょ、強い。じゃ成功は2点の減少で済みます。さすがに気味が悪いな。はい、入ってきたそれらは三上を一別すると低いダミ声で、出の網だヒゲモと叫ぶと思いっきり鍵爪を振り抜きます。あっといった三上の体は重い、軽々と宙を舞い、そのまま壁に叩きつけられて倒れてしまいます。目にはいっぱいの涙を浮かべ、鼻からは鼻血がボタボタと垂れていますが、意識はあり、まだ生きてはいそうです。三上は船長脱落、うん、で、続いて怪物たちはあなたたちに声をかけてきます。ジャバンビャンビラキキラキレバ、何を言ってるかはさっぱりわかりませんが、少なくとも好意的でないことだけは体で理解できるでしょう。同時に異様な者たちが調べたのは、装置持ってるのって今どっちですかね。私が多分ウキウキしてると思う。そうね、かっこいい変身したいって多分思ってると思うんで、はい、うん、はい。ではこの異形な者たちはスメラギの持つ装置へと視線を集めていることに気がつくでしょう。オリリジョボゲ、そう叫ぶと一斉にスメラギに向かって襲いかかってきます。タイロは怪物たちが入ってきた方のため塞がれています。横をすり抜けて逃げることは難しいでしょう。さあどうしますか。とっさに変身ベルトを各部にあてがい、はい、ちょっと待ってくださいね。はい、では順番に処理しましょう。はい、まず、まあ、この作法書に書いてある取扱説明書を見ながら、うん、どうしますか。まず取扱説明書を見ながら、自分の下腹部にライドシステム本体を、あてがいます。はい、すると、はい、不思議とその装置はあなたの下腹部で固定され、装置から電子音が鳴ります。ライドシステム起動。かっこいい。続けてどうしますか。そこに、システムの上部ソケットに D3 ドライバーを差し込みます、うん、インジェクト D3 ドライバー。あなたが D3 ドライバーをソケットに差し込み、レバーを回す。すると奇怪なメロディーが辺りに流れ始める。さあそれではロックを解除するあのセリフをお願いします。変身。セーフティーロック解除、トランスフォーム。はい、するとスメラギさんの足元から銀を基調として青のラインが入った機械倉庫がわずか2秒足らずでその身をすっぽりと覆う。不思議と重さは全く感じない。それどころか今までよりも体が軽く感じます。あらゆる動きがアシストされるような感覚、五感が研ぎ澄まされ体に力がみなぎってくる。じゃあちょっと処理に入ります。はいはい、このコマを差し上げます。おお、かっこいい。いいな、やった。スメラギさんは、一旦自分の駒を片付けてもらって、はい、しまうってもらって、次にこの D3 の駒をしまうにして盤面に出すをしてください。はい、するとこいつのチャットパレットが使えるようになるはずです。使えますかね。使えます。いいな、はい。じゃあ続いてディスコードの資料置き場に D3 のスペックを貼ります。はい、これはお二人とも見て構いません。これが D3 のスペックできることになります。まず STR が倍になります。続いて HP が30になります。またあらゆる戦闘芸技能、体を動かす技能にプラス 30% の補正が乗ります。そしてダメージボーナスが 1D6 で固定になります。またですね、いろいろな武器が使えます。おお、かっこいい、かっこいい。めちゃくちゃいろんな武器が使えるのと、
また拳、これは特殊演出なんですけど、拳とキック、頭突きのこの3つの直接攻撃する系の武器使わない技能でスペシャルを出した場合、うん、追加攻撃ができます、はあ、跳躍と拳、キック、頭突きのどれかを組み合わせることによってジャンプ丸々っていう、ジャンプキックとか、はあ、ジャンプ拳とかいうめちゃくちゃな威力が出る追加攻撃も可能です。跳躍持ってない。持ってなくても身体系技能でプラス30されてるんで、半分ぐらいでは出る。うーん、55% で出ますね。なるほど、ありだな。さて、では戦闘に入りますか。はい、ちょっと待ってね。はい、あと説明することあったっけ。あとカバウの説明をしましょう、うん、今回のシナリオ、カバウという行動が可能です。カバウをした場合、ダメージを肩代わりすることができるんですが、敵の攻撃が必中になってしまいます。あ、通常敵は攻撃対象をダイスで決めて、攻撃手段をダイスで決めて、命中判定を行ってって感じの処理するんですけど、うんうん、命中判定をする前、対象と攻撃候補を決めた段階でかばうかどうかの確認が入ります。かばった場合は命中は必中になります。命中判定振らないってことですね、うんうんうん、でもう一個重要なことがありました。 D3 なんですけど、めちゃくちゃ装甲硬いんですけど、代わりに回避ができません。うーん、なんで敵の命中が成功したら当たる、命中が失敗したらかわしたって感じですね、うんうんうん、扱いとしては人間である、深瀬さんは回避できます。自分から避けることができるって感じですかね。そうそうそう、回避の判定ができますといった感じかな。あとなんか必要なことがあれば都度説明はします。はいはい、ではなんか単価切ったりします。あーマジ格好つける場面強い。あ、そうですね、あのヘビたちは一斉にセメラギさんに襲いかかろうとしたんですけど、うん、唐突に光に包まれたかと思うと銀の装甲になった戦士になったので、うん、こう一旦距離取って様子を見てるって感じですね。ゆるくさんかっけえ、文言考えていいですか。いいよ、よし、ここはねカッコつける場面です、うん、いやーいいなちなみに今回敵も回避はしません。うーん、回避できるのは人間の探索者だけって感じですね。まあそこまで理性がないんでしょう余裕ぶっこいてるのかもしれない。あ、この身体能力には勝てないだろう。そう、そう、人間ごときに負けるはずがねえって。じゃあこれをやるかもう引っ張ってこよう、ここからじゃあなんか三上があたりからパスいる。スメラギさん、それは俺は問題に立ち向かう道を選んだそれがヒーローだ。かっけー、シミラルヒーローだやばい、かっこいいな、ヒーロー、かっこいいだろうはい、いいですか。はい、ここはもうどうだ、よし、ロールプレイしよう。ここは私に任せて。リュウジさんはひとみさんを守って。わかった、何かあった時は俺が何とかしよう。うん、頼んだ。うん、ここでキーパーからの質問があるんですけど、リュウジさんも戦闘から離脱することはできます。ほう、その場合攻撃はできませんが、一人で戦うことに、 D3 が一人で戦うってことになりますが、その場合はどっちがいいですか。まだ戦います。戦場に参加するってことですかね。参加します。わかりました、では攻撃対象にも選ばれます。攻撃もできるけど、では開始しますか。はい、ここは協力するべきだ。そうだな。はい、ではデックスが一番早いのはこの真ん中にいるでかいやつです。早いんだ。攻撃対象を決めます。デックス順で1が出たら深瀬さん、2が出たら D3 を狙います。うん、攻撃対象は D3、 それは当然だよな攻撃候補は押しつぶしで、一応確認するんですけど、深瀬さんかばいますかそれはさすがにできないはい、かばうときはこのタイミングってことですね。うんうんうん、はい、
では命中判定振ります。よいしょ、よっしゃ。では巨体を跳ねさせて押し潰そうとしますが、左と避けますね。 D3 は甘いな。体がめちゃくちゃ軽いです。あらゆる動きがアシストされています。では次ラウンド巡って深瀬。はい、この場合、うん、一応その遠距離ライフルと拳銃は持ってるんですけれども、うん、手持ち武器がないっていうことで、近接のみっていう感じですかね。そうですね、ないですね。じゃあ拳マーシャルアーツのどちらか。マーシャルアーツっていうのはその、はい、拳と組み合わせて使う技能ですね、うんうん、マーシャルアーツの機能に成功して拳にも成功したら拳の固定値が倍になるって形ですね。マーシャルアーツ、うん、拳だけ成功したら拳だけのダメージは入るんで。ああ、じゃあどうしよう、組み合わせロールかな。組み合わせロールでいきます。はい、対象と攻撃手段を教えてください。対象は1、うん、ヘビ、ヘビ人間 A、 左の方ですね、拳銃持ってるやつ、はい、2、うん、これ組み合わせるってことはその、まあ、2回振ってもらっていいですよ。両方1回ずつ判定してもらって、マーシャルアーツを振ります。成功、ナイス。続いて拳、拳、あそんなことある。じゃあそうですね、なんだろう、マーシャルアーツって要はなんか武道というか武術の動きができるって感じなんですけど、はい、相手が人型ではあるんですけど、人とは身体的構造が違いまして、どうにもあなたの覚えてきた武術では通用する気配、気がしません。ということで、これ以降マーシャルアーツは乗らないということにします。あら、まあ、あでも、まあでも、よかった。うんうん、うん、うん。まあ特になんかダメージとかはない。うん、死に直結しなくてよかった。びっくりした。では続いて、ヘビ人間 A の攻撃ですね、左側。こいつは懐から拳銃を取り出しまして、拳銃を D3 に向けます、うんうん、いくぜ拳銃だ、うおー、バン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 、はい、撃つんですけど、D3 に拳銃を向け引き金を引きます。カチッカチッ、んチッカチッ、んってなって、クソって拳銃その辺に投げてます。はい、ヘビ人間手番終了。おー、続いて D3 です。お待ちかね、ふー、あー待ってたね D3。 どうするよ。自分のチャットパレットを見たら、このチャットパレットは、うん、なんていうか D3 の戦闘技能って、これ初期値なんですけど、このキャラ誌というか、うんうん、配った資料に書いてあるのは、それに加えてあなたがスキルを取っている分、技能を取得している分がこれにプラスされるので、うん、この書き換わったやつがチャパレにもう入ってるので、うん、こちら見ていただけると数値が分かりやすいと思います。おー、たっけ。あなただとキックが95、リボルケンが95、うん、ガントレットが85あたりが高いですかね、うん、かー、あれダメージがどうなるんだ。リボルケンかな。いや 2D10、 ちょっと待てよ、 2D10、 え、あと D3 はあれができ、あのマーシャルアーツは使えないので。うんうんうん。動きが人間離れしてるんで。ガントレットが 2D10 なのか。ガントレットはダメージが、そうですね、2D10。ガントレットいくか、いきますか。ああ、やるか。対象は、対象は、はい、ガントレットとはこういうものです。D3 の腕の装甲がガションガションと変形して、そこからニョキニョキと銃口が生えてきます。そして、そのまま装填されている弾を全弾発射します、うんうんうん、右手と左手で1発ずつ撃てる、合計 2発、うん、2回までですね、攻撃、この攻撃ができるのは。なるほど、じゃあ真ん中のクソでけえ、クソでけえやつ、おぞましい何かに、おぞましい何かに、はい、なんか演出とかあります？うわー、怖い、これ好きにやってもらって、いや別に命中判定振ってから演出決めてもいいよ。確かに、もあれだし、確かに確かに、よし、決めて外すの、うん。ガントレット振ります。はい、どうぞ、いけ、よし、ヒュー、よし、すごい、スペシャル、よし、まあちょっとね、拳系ではないんでスペシャルの追加はないんですけど、うん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 、武器芸は
はい、じゃあ演出あります？演出したいなうん。いや、もうシンプルに行こう。うん。ガションガションガション。うん。貫け！かっこいい。では、その腕から一斉に弾丸が発射されます。ダメージは 2D10 だ。はい、これだ。あ、ごめん、スペシャルあるわ。ある。待ってくださいね。この攻撃貫通可能です。なんだって、スペシャルで成功した場合ダメージが2倍になります。待って、しかも救急はぁ18? はい、18の2倍です。はあー、なるほど。はい、な36。なるほど。どんな感じでとどめ刺しますか？おお。どんな感じでとどめ刺したいですか？貫通しましたけど、あの 2D10 なんで20発弾が出るんですよ、要は。うんうん、一斉にバーンと20発出た、うちの18発が命中して全て貫通して飾らなんですけど、どんな感じのとどめの演出したいですか？そうやろ。じゃあちょっと、そうね。いや、じゃあ、あのリュウジもちょっと入れていいですか？あ、ロール。オッケー。うん。ディフィー頑張れ。お前それ言うのかよ。リュウジが言うのかよ。PL じゃなくて PC がそれ言うのかよ。じゃあ三上も応援しよう。頑張って頑張ってください。知ってる？正義は必ず勝つのよ。はっけー。はい。D3! ではそうですね。じゃあ D3 が腕を振るって、こう伸びてた、こう拳銃中古が戻っていって、証拠がカショーンと戻ると同時に、その背後で化け物が、あの圧倒的な異様を放ってた化け物が崩れ落ちて、そのまま溶けて消えていきます。嘘でしょ？一撃。大したことなかったわね。すごいかっこよすぎる。うわー、そう、あいつ結構強いよ。よし、じゃあヘビ人間 B の攻撃です。はい、心は折れない。いくぞ。D3 を殺せ、あいつはまずい。D3 に拳で殴りかかってきます。うん、よいしょー、成功。ほら、来いよ。拳のダメージが、2点入ります。そこ2点減らしてください、はい、HP。で、さらにこいつは、ぶん殴った反動を使って、そのままさらに噛みついてきます。ほう。同時攻撃、噛みつき。あ、イエーイ。ついてるついてる。はい、じゃあ、ヘビ人間 B は、そうですね、噛みつこうとして思いっきり体勢崩して、転倒状態になります。ほう。転倒状態になりますと、次の自分の、次の自分のラウンドが終わるまで全ての技能マイナス 20% になります。おぉ。余裕か、これチュートリアル戦闘かもしかして。まずはこう戦おうって。はい、うん、はい、D3 はこう使うんだよ。はい、分かったかな。じゃあラウンド巡って深瀬さんになります。じゃあ、まあ転倒してるんでこっちはほっとっていいかな。ヘビ人間 A に、はい、拳で来いよ、対抗してやります。来いよ、吹かせパンチ。ナイス、いいね。成功。じゃあダメージください。 1D3 足すダメージボーナスが 1D4 もある。強い。 1D3 足す 1D4 ですね。 1D3 足す 1D4、 よいしょ、3点3点。そこあんの、うん、じゃあまあまあ効きましたね。効いてる。まだまだ倒れません。ギャ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 みたいなこと言ってます。俺でも通用する。ダメージは通ってますね。うん、よし、じゃあ次ヘビ人間 A の攻撃だ。対象は D3、 あいつから殺さなきゃまずい。D3 に体当たりします。成功。体当たりのダメージが、3点入ります。よし、さらに同時攻撃噛みつきを宣言。あー、まあ無理だよな、 30% だもんな、うん、はい、終了。はい、はまだ25ある。はい、では D3 のターンです。さあ、どうすっかな。何でもいいよ、もういいよ、何でも。好きなの使っていいよ。し
ジャンプ、あ、ジャンプやりてー。ジャンプやるなら、まあ、肉体系、拳とかキックとかですね。そうだな。でもそれもスペシャル出さなきゃ。まあね、でもスペシャルで普通に成功すればダメージは入るから、攻撃も。そうなんだ。あ、リボル剣使えてーな、かっこいい。これは特に、あ、なるほど。リボル剣は燃焼状態ってものがありまして、うんうん、まあ、要は持続ダメージ毒みたいな毎ラウンドダメージが入るようになるリボル剣で攻撃したから。リボル剣でいきましょうか。いきますか。はい。ではですね、リボル剣はこういう見た目のやつでして、あ、うん、違う、ダメだな、感じです。はい。ですね、D3 の足の走行がちょっとカショッと開くと、そこからパシューンって感じで、こう、絵が出てきまして、その絵をキャッチすると、こう、ビームサーベルみたいに、こう、剣心がブーンって出てきます。これは圧縮された超高温の刃ですね。あ、対象は？対象は A ですね。はい。じゃあ、おっきり演出してもろて。よし、まず成功するかどうかだからな。賢いことする。でも演出してから振った方が成功率上がりますよ。あ、そっか。じゃあそうしようか。いい声で泣いてもらうよ。いくよー。怖っ、怖っ。オッケー。成功、ダメージください。はい。1D10 から 1D6。うん、バレットになると思いますよ。おそんなことある。はい、強っ。じゃあどんな感じでとどめ刺しますか。ちょっと待って。じゃあとどめ刺しますかって聞くの反則すぎでしょ。とどめの演出ってこだいじゃないですか。どんな感じでとどめ刺すのかなって。死ぬのよ。いや死ぬよ、15点は死ぬよ。どうします、3枚に下ろします。3枚に下ろして、うん、うん、なんだ大した声も出ないのね。おととい来なさい。ちょっと爆発しました。おさよなら。そう、そう、あいつ強いぞ。あいつやばいぞ。あれ、よし。じゃあ、残ったヘビ人間 B。俺だけでも敵を撃つんだ。でも D3 は怖いから、あっちの人間にしよう。ヘビ人間は、深瀬に対してキックしようとしてきますが、かばいますか？あ、かばいます。はい。では、かばいますね。うん、スルッと変わった。じゃあ、免疫力判定は飛ばしてダメージ出します。当たり前だよ。ダメージが1点。うん。うわぁ。あ、ごめんなさい、忘れてた。こうやって転倒してるわ。マイナス20。あ、でも、関係ねえわ、命中するから。そう、かばいます。はい。では、そのまま同時攻撃で噛みついてきます。ガブガブ。ガブガブ。こちらも必中で4点。大したことねえんだよな。はい、大したことねえんだよな。わら3分の2残ってるって何。はい。じゃあ、ラウンド巡ります。深瀬さん。はい。じゃあ、深瀬パンチを。いいよ。浮かせパンチ。お前戦闘苦手だろ実は。近接はダメなんです。じゃあその辺の椅子に足引っ掛けて転倒状態になりました。あ、痛たたたた。次の命中判定が回ってくることがもしあればマイナス 20% でお願いします。はい、まあ来ないでしょうけど。はい、あ、痛たた。じゃあ次 D3 ですね。コメディーか。いや、あいつ、もう、あいつだけで良くないかって聞く。やばい。もうあいつだけで良くない。離脱してよかった。応急手当てしてあげてもよかったかもしれない、あれ。はい、では D3 ですけど、どうしますか。これって、あ、いろいろやりてえな、うん。そうね、好きなのやっていいですよ。ぶっちゃけ外してもそんなに痛くない、この盤面。特権だから。遊んで外しても別に痛くない。そうだな。わ、これ全体だったんだ。わ、やりたかった。ヘビーランチャーは全体攻撃ですね、うんうん、1ラウンドで死んでたかもしれないね全員。ちどーんボカーン。いや、こっち帰ってきながら後ろ爆発してほしい。そんな広くねえぞこの部屋。いや、爆発したら船危ないか。確かに。確かに。
あ、まあ、じゃあジャンピングキックでもしますか。ジャンプキックしたければ、うん、あれですね、まずキックでスペシャルとか、うん、そうですね、まああと何ラウンドかぐらいはいいっしょ。うん、耐えれるでしょ。嘘嘘嘘。あ、でもなあ、いや、復活戦も良ければいいしね。そうだね。別にかばってもいいだろ。キックします。はい、どうぞ。えい、成功、通常成功、通常成功ください。はい、えい。だからさ、おかしくない？強い。おかしくない？まあ、まだ生きてるからいいけど。生きてた。はい、かなりヘロヘロですが生きてます。うん、よろ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 。まあやっぱキックはジャンプしないとダメか。余裕が違うぜ。余裕が違いすぎるぜ。怖いぜ。反撃だ反撃だ。 D3 なんか攻撃してらんねえよ。無視だ無視。深瀬に体当たりしてきます。うおー、どうします、かばいます、どうしてほしい。避けれるでしょみたいな。ちなみにここでかばわなかった場合は噛みつきも飛んできます。うん、深瀬にね、どうしてほしい。なんか一回避けてみたい感はあるんやけどな。全然。まあ、いや普通に、まあ、相手の命中もあるし。あ、そっか。うん、来いよ。おわ、マジか、ヘビ人間、マジか、了解。じゃあ止まって体当たりいきます。あ、失敗しました。ナイス。同時行為噛みつきが失敗しました。はい、はい、はい、ひよったな。ヘビ人間。いや、フラフラなんすよ。D3 にかけなんすよ。それ当たらんわな。はい、じゃあ転倒状態、転倒状態のやつ外した、マジか。転倒状態の深瀬さん。あ、そっか、じゃあ、拳にマイナス20で。そうですね、拳マイナス20で。いやでも気合で圧倒してる感はあるわ、うん、それでも負けないっていう。深瀬パンチ、ナイス。うわー、いけ、ダメージだ。 1D3 プラス 1D4、1D3 プラス 1D4、 とどめ決めちゃうよ。俺だって倒せるんだ。楽。わー、どんな感じでとどめ刺します。ナイス。そうだな、もう安心してくれ、一匹残らず駆逐してやる。違うやつだろ、イエーガーだろ。深瀬パンチ。では深瀬パンチを受けたヘビ人間 B はブベラーって感じで吹き飛んで壁に叩きつけられ動かなくなりました。戦闘終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。やるじゃん、リュウジ君。いいよ。D3、かっこいい。はい。では、場面戻しますね。ふぅ。さて、では、D3 の変身は刺さってるソケットの D3 のドライバーを外せば解除されます。うん。ということで、コマ回収するんで、ちょっとまた出てきてもらっていいですかね。はい。梅凪さん、本体。いい汗かいたな。パリーンって感じでこう走行が光の粒子となって消えるとスミナギさんが現れます。で、ベルトはあなたの下腹部から外れ床にカランコロンって落ちますね。あ、なんとかなったね。すごく馴染んでたな。うん、いや、なんかほんと すごいねって感じでこう壁にもたれかかったママの三上さんがいます。じゃあ今度はヒーローショーかなって言いながら、三上さんの応急手当をします。はい、どうぞ。さあ、あ、チャットパレットそのままだった。危ね危ね、キャラクター戻してもらって、やっついよ、えい、はい、おー、はーい。ではですね、結構激しく鼻血出てたんですけども、ほとんど止まってて、うんうん、まあ、手当ての必要もそんなないかな、鼻血拭ったりするぐらいかなって感じですね。うんうんうん、よかった。うん。あ、ありがとう。本当なんか、すごかったね。なんか、すごすぎてよくわかんないぐらいすごかったね。いや、私自身がハイテクだったみたいだ。あ、そうだね、ハイテクだね。うん。はい。ではですね、倒した化け物たちは、体がスライムのように崩れて溶けていきまして、あとはイグバッカの肉片が残ってるって感じ。それ以外に残ってるものは、
最初にヘビ人間 A が投げ捨てた純白の拳銃がその辺に転がってるのと、あと着てた白衣が落ちてますね。拳銃は回収しようかな。うん。深瀬が。じゃあ深瀬は拳銃を回収します。驚くほど真っ白な拳銃でして、もうそうだな、せっかくだし拳銃の判定でもしてみますか。拳銃知識判定って感じ。はい。じゃあ。いけるっしょ。拳銃なら。よいしょ。いけるでしょ。うん。でしょ。いけたいけた。はい。じゃあ深瀬はわかるんですけど、この拳銃かなり特殊なものでして、弾倉から想定される弾丸の形が、まあ、通常の弾丸ではない、特注品の拳銃、特注品の弾丸を撃つための専用の特注品の拳銃だろうなって思いました。特注中の特注だ。確かになんか白くてかっこいいもんね。これもしかしてワクチンを撃つための銃？なるほど。なのか。まあ、なんかさっきタブーの素体へ打ち込むためワクチンの試作機と弾っていう話がそのタブードライバー使用設計書っていうのに確かあったんだが、そのための銃なんじゃないか。だがさっきのやつらはまあカチカチしてポイッと投げ捨てていたな。弾倉は今からですね。弾は入ってなかったのか。弾は入ってません。入ってなかったのか。まあこれは預かっておこう。はい。では懐にしまいました。あとは白衣が落ちてますね。白衣をちょ、じゃあパサパサって拾います。はい。じゃあパサパサっとしますと、カランカランと研究印象が落ちてきます。研究印象の名前は、早乙女博士と書いてありまして、カード、この研究印象、カードの短編にもバーコードがついてます。の。あ、これ、あれじゃないか？じゃあ床のところに。差し込めるかもしれないな。使えるかもしれないな。なんか、いいものあった？これだ。そうだね。あの、コレクションしてる研究員カードが。コレクションしてるの？その人のだから返した方がいいんじゃない？確かに。まあ、本人に出会ったら返そう。そうだね。ちょっとお借りしようか。うん。お借りコレクションだ。また違うものコレクションすることになってない？それ大丈夫？そっか。色抜けるトークしかしねえな。さっきとのね。落差が、ね。散らばった肉片って。なんかうごめいたりしてますか？いや特には。ああ。まあ一応消化器の底ですりつぶしときます。あ、はい、潰しました。ぐちゃ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 。何してるの？念には念を、念をだ。ね、うん、ね、うん、まあ、うん、ってなります。確かにアニメとかではよくこういうの復活するからな。爬虫類系は再生能力があって言うしな。ただちょっと目の前でやられると。いや粉々にしたやつがよく言うよ。ドカーン。いやー、いいストレス発散になったよ。してもかっこよかったな。そうだね、すごいかっこよかったね。いや、びっくりするぐらい体が動いたんだよな。なんかすごいすごい強かったね。なんか予想の3倍ぐらい強かった。まあ、真ん中のやつ消しとんだからな。一発だったね。一応一日一回みたいな感じだったみたいだからって言いながら、ライドシステムのやつを拾って深瀬に持たせておきます。そうだね、無理は良くないから、これは俺が持っておくよ。まあ、もしなんかあったらあとは君に託したよ。変身していいのか。なんか嬉しそうじゃない？私もしもがない方が嬉しい。まあ、もしもはもちろんない方がいいな。ないスキルが。そう、なんかすごいウキウキしてるような雰囲気してるけど。どうしてもこれを持つと変身したくてたまらない。大丈夫、持ってない方がいいんじゃない？持ってない方がいいのか。いや、まあ持ってた、なんか、そうね、何かあった時のために持ってた方がいいとは思うけど。そう、ワクワクしてノリノリの方が多分攻撃はうまくいく。うん、
そうだね、落ち込んでるよりはいいと思うよ。うん、だからうっかり変身しないようにね。そうだな気をつけるよとまあそんな感じでさっきの早乙女開発所に、うん、開発室に、はーい、じゃあここに行ってここに行きました。はい、ってことでいいよね。もちろん。はいはい、じゃあコレクションしてるうちの1枚をスッと取り出し早乙女ひろし、うん、早乙女ひろしですね。の博士って書いてひろしなんかな。あ、そうですね、よくわかりましたね。いいねあ、アガサひろしもそうだからね。あ、そっかそっかよし、差し込みます。はい、では差し込むとピピッと音がしまして、この1メートル四方の床が一段下にガコッと沈んだかと思うと、そのままシュッと横にスライドして収納されます。そこからは下へと続く鉄階段、鉄はしごが姿を現しました。降りた先は電気はついてるようですが、ちょっと角度的に中の様子は見えませんね。うーん、ただ入りたいんだが、うん、この足跡を見る限りここから出てきているというのが少し不安なんだよな。そうだな、というかまだ行ってないとこそういえばあったか。一応あの生態研究チームみたいなところは行ってなかったな。先にそっち行くか。あ、開けといて、開けといてなんだか一旦閉めとくか。一旦閉めるかはい、じゃあもう一回カールピッてやるとシャコーンって閉まりました。閉まった閉まったまだ一旦じゃあ探索しようか。そうだな、地下に行く前に全部ここは見ておいた方がいいかもしれない。はい、じゃあ廊下に出ました。はい、アンノン生態研究チームに、アンノン生態研究チームに行きますか。行きます、行きましょう。入ります。入れます。入ります。様子伺えますか。どのような様子を伺う。なんか小窓みたいなのついてたりします。いや、ついてない。ここもシューですか。シューですね。基本的に全部シューだと思ってください。ま、シューするか。入ってみるしかないか。うん、シュッシュッピピーガコンガコン。はい、開きます。よいしょ。はい、中に入るととても綺麗に整理整頓された部屋だという印象を皆さんは持つでしょう。うん、では深海石ですね。中は思ったよりも綺麗だな。そうですね、荒らされた様子はないです。うん、3回目だなそれを言うのつい言ってしまうんだ反射で。わかる。わかる、わかるよ、うん、話を合わせますようやく分かってくれたか。うん、そうだね、うん、整頓されてるね、うん、うん、確かにやっと言葉に納得してくれたって感じだなうん、まあ整頓されてるのは間違ってないからね。うん、うん、毎回言う必要があるのかはまあ分かんないじゃあそうですね、どこから行きます。この部屋のベッドの布団が少しめくれているところを、うん、あれはなんか画像の都合です大きな旗見てもいいですか。うん、旗見ますか。旗はこんな感じです。ほう、大きい。はい、真っ白な、旗が壁に留められており、黒で模様が描かれてます。その模様は円の中になんか DNA の螺旋みたいなものが書かれたものです。二重螺旋構造。パッと見で分かる情報は以上ですかね。この旗の裏ですね、うん、うん、めくります。うん、めくりましょう。はい、いやよく気がつきますね。じゃあそうだな、めくりますか。バサ、めくるとそこに広がるのは赤荒々しく書かれた血文字の列です。そこにはこう書いてありました。赤き瞳の者どもよ、お前たちには見えるか。見えないだろう。お前たちにこの文字を、意志を消すことは決してできない。奴らは蛇から随分進化した生物だが、その実蛇の特徴はそのままだ。そこに突破口があるはずなんだ。これを読んだ同胞よ、どうか奴らを。ってところで文章は途切れてます。力尽きたみたいな感じですね。うん、わかったかもしれない。どうかした、何かあった、どうした。この赤の字をお前らは読めないだろうと。赤の字を、うん、赤を認識できないのか。赤を認識できないんじゃないか。なるほどな。
まあそうなのかもね。なんじゃないのかな。何か深く関わってくる可能性はあるな。うん。ちなみに三上さん。あ、うん。な、何？この文字読める？ごめん。どれのこと？このハタの裏に書いてる血文字。あと、ごめんね。私実は文字ってあんま読めなくて。なるほど、ありがとう。そうか。うん。あとごめんね。あんまだからあの資料とか探すの役に立たなくて。まあ人には得て増えてがあるからな。気にしなくていい。うん。うん、あ、ありがとう。うん。そうか。じゃあ違うところを見るか。違うところを調べましょう。はい。じゃあ違うところ行きますか。どこ行きます？まあ、ああ大きな旗っていうの。今見たやつだね。今は見たやつだね。そうだな。気になるな。大きな旗見る。ああじゃあ大きな旗はこんなやつですね。二重螺旋構造。二重螺旋構造か。また旗見てるの。いやあれちょっと旗の裏見てももういいんじゃないかな。いやなんかこういうことをしないと気が済まないんだ。何なんだろうな。あ、大丈夫？持病？うん、ある意味持病かもしれないな。知れないな、うん、そっか、病院行かないとね。まあ帰ったらそれも考えよう。うん、じゃあデスク、あ、本棚、あ、本棚行くか。分かれたね。本棚でいいぞ。どっちもいいけど、うん、本棚行きますか。はいはい、では本棚を調べますと、はい、右手の入り口から入って右手の壁一面が本棚、全部本棚です。学術的な様々な本がありますが、生物、とりわけ爬虫類や蛇に関する本が多いなって思います。有用な情報をこの中から得るには図書館ロールが必要ですね。さ、本でも読むか。ちょっと休憩しようかな。よいしょっと。おー、よかった。結構した。ようやくだ。OK。じゃあ、たくさんある本の中で、うん、付箋がいっぱい貼ってある本を一冊見つけることができます。じゃあ、ちょっと待ってね。同じタイミングで手に取って、あっ、ってなる。そこでラブコメいらん。はい、その本のタイトルは1から学ぶ蛇辞典。一般的に生息する蛇の特徴がこうイラストとかたっぷりに分かりやすい感じで書かれてます。はい、1から学ぶ蛇辞典送信。はい、1、蛇の目ってどう見えてるの。蛇の目は基本的にあまり良くないとされているよ。人間は赤、青、緑の色を感知することができるけど、蛇は青と緑しか感知ができないんだ。赤が見えない。想像しにくいけど、赤いレンズのサングラスをかけてる時のように見えるのかもね。2、すごいぞ、暗闇の支配者。一部の蛇の目の下にはピット器官と呼ばれる人間にはない器官があるよ。これはなんと、熱や、物や生き物が発する熱を感知する器官なんだ。ピット器官が捉えた熱は脳に送られて、サーモグラフィーを見てるように見えるよ。視界確保できない夜や暗闇でも蛇にとっては絶好の環境なんだね。3、冬は長いお休み。蛇は変温動物で自分では体温が管理できないよ。外の温度と同じ温度になってしまうんだ。体温が下がってしまうと体も動かしづらくなり餌も取れなくなってしまう。だから寒い環境では、強制的に冬眠して体を守るんだよ。4、毒持ちの蛇のうち 99% は蛇。蛇といえば細長い体の次に毒があるってイメージがあるよね。実際その通りで、全蛇のうち4種類に1種類は毒蛇なんだ。毒の種類は体を麻痺させる神経毒、血が止まらなくなる出血毒、体の細胞を壊しちゃう筋肉毒があるよ、みたいな内容が書いてありました。また図書館にも成功したので追加で、この本棚の下のところがちょっと収納棚みたいになってるんですけど、うん、そこで工具箱を見つけることができました。はい、なんか入ってるな。うん、まあ、現状工具箱が必要な盤面っていうのは来てないんですけど、まあ、なんかあれば取りに来てもいいですし、別に持ってってもいいと思います。その工具箱を使って、うん、一番最初に取得した拳銃を直すことってできますか。さすがに無理じゃないですかね。なんか一般的な工具箱みたいな感じで、拳銃のオーバーホールはそれ専用のなんかちっちゃいほうきとかいるでしょ、うんうん、なるほど。
そこら辺のねじ回しじゃ無理だと思います。確かに。精密機械もいいとこだから。うん。まあ、そうだね。まあ。なんて分かりやすいんだ。もっとくか、うん、何が書いてあったの？あの、文字ってあんま読めないから。なんかな、小学生とかでも分かりやすいくらいの、うん、あの、丁寧な蛇についての説明が書かれているよ。うんうん、ああ、そうなの？うん。猿でも分かる蛇辞典だ。うん。猿でも分かるの？猿は多分分からない。私文字が読めないのに猿でも分かるの？私猿よりも。なんてこと言うんだ、リュウジさん。本当に。瞳さん。あれ、そういうつもりじゃないんだ。ちょっとショックを受けます。そういうつもりじゃなかったんだ。大丈夫、大丈夫。そんなことはないからな。そういうつもりじゃないのは分かってるから。そんなことないぞって言いながら頭撫でときます。うん、ありがとう。まあ、工具か。まあ、持ってってもいいですし、あることを覚えておけば必要になった時に取りに来ることもできるでしょう。持っておきましょう。うん。じゃあ、処理品に工具箱が入りました。はい。はい。じゃあ、デスク。見ようか。調べるか。デスクは、まあ、大きめの丸いデスクなんですけど、その上に乱暴に、10月から11月、アンノーン実験計画報告、実験報告書と書かれた書類束が投げられてます。見てみます？はい。はい。はい。じゃあ、10月から11月、アンノーン実験報告書。生態観察。まずはアンノーンの基本生態について観察を行う。食べ物は肉食で、自分の体と同じぐらいの生物を丸飲みすることができる。次に適正温度。25度から30度ぐらいが適正で、変温動物。温度を徐々に下げていくと緩やかに動きが鈍くなっていき、やがてピクリとも動かなくなった。通常の変温動物と同様で、寒さにはあまり強くなさそうだ。生活域実験。陸上生物なのか両生類なのか確認する実験。暖かい海水を一定以上室内に取り込む。結果、泳ぐことはあまり得意ではないようだし、呼吸もできているわけではない。陸上生物のようだ。例えば、アンノーンの餌が少なくなってきた。しばらく気候できないが、補給は間に合うだろうか。体薬実験。主に麻酔や様々な種類の毒物を投薬する実験。結果、麻酔は効果があったが、毒物についてはどれも効果がなかった。これだけ多様な種類について体特性のある生物は初めてだ。新しく入ったヘビヤマ研究員は毒は効かないと主張していたものの、我々は半信半疑であった。これで彼が正しいことが実証された。今後彼の主張はしっかり聞いていく必要があるだろう。生態観察、括弧人体捕食。アンノーンの餌が月14日、我々の中で自らの体を餌に志願する者が現れた。その研究員に敬意を表しつつ、全身麻酔をかけて放り込む。アンノーンは空腹で限界のはずだが、しばらく固くなり近づこうとしなかった。たっぷり一日時間を使ってようやく観念したように丸飲みした。化け物のくせに涙のようなものを流していた。蛇山研究員と蛇島研究員はこの実験結果にとても喜んでいた。というような内容です。なるほど。どうしたの？なんかすごいうなってるけど。いや、まあ、そうだな。今私は蛇に感情移入して心を痛めている。蛇がひどい目に遭ってる内容だったの？空腹って辛いよな。お腹ってすくよな。だね。お腹が減るのは辛いね。ちなみにひとみさんは今お腹は空いているのか？今、まあそうだね。なんかまあそうだね。お腹は空いてるね。うん。あるいは？私もそこそこ空いてきた。もうペコペコだ。多分ペコペコだと思いますね。うん、結構な時間寝てたと思うんで。ああ。だね。じゃあ帰ったらなんか一緒に美味しいものいっぱい食べよう。そうだな。アンノーンね。じゃあ、戻ろうか。さっきの地下の、そうだな、ところに。ここに戻ります？ここですか？ここですな。
そこです。はい、瞬間移動だったったった。じゃあ差し込みましょう。カッカチャピー、カションカション、行くしかないみたいだな。そうだな。じゃあまず俺が降りるよ。大丈夫か？ああ。じゃあそうだな、船で降りる？まず下の様子を軽く見ようかなと思うので、どうだろう、ひとみさんは一緒に降りる気配あります？まあ何も言われなければそれは一緒にいたいんで、うんうんうん、一人で残るのもあれなんでじゃあ、うん、3人で降りましょう。はい。まあその先頭は深瀬が行くっていう感じで、うん、でちょっと間に挟んで私が最後に降ります。うん、ありました。ではあなたたちは鉄製のはしごを降りていく。今や無機質に響く鉄のカンカンという音ですら不気味に感じるでしょう。といったところで一旦 CM が入ります。はい。